プニオですさあ「椿ファクトリーふわり恋時計ピアノ伴奏バージョン」ねえ今までアカペラバージョンと言っていたのがピアノ伴奏バージョンと変わりましたけどもこれはどっちでも大丈夫なやつですよなんていうことを言いながら、えー、と今日はこの曲のこのバージョンのみの解説を行いたいと思っております。ねえー、と結成 50, 50だって 5周年ということが、えー、と今4月30日だったんで昨日だったんですけどその動画を上げた直後にこれが出ていたもんでちょっと1日かかっちゃったってやつですじゃあ早速いっちゃいましょう、えー、とまずねいつも通りこのアカペラバージョンのやつはこれ逆反転で考えてくるんじゃないけど左上から歌ってる子の窓の子たちずつ説明解説していきたいと思ってますじゃあまず最初小野田沙織 でね、振り付け中心で、えー、まあ普通っちゃ普通で歌はあなん持ちフレーズをワンパート歌ってるのみであとサビユニゾンみんなでってやつですよねで iPhone 付属のイヤホンジャック右肩耳で服装が黒いシャツでシックで大人っぽいまあそんな感じですね、まあ、これはもうあの特別なことはやってないんですけどちゃんと役割果たしたって感じですじゃあ次行きましょう「えー、と新沼木空」 でバックにこのね花をあしらっていて、まあ、これ女の子っぽいエレガントな感じで出てて仕込みが良かったです。で途中でそれを遊んだりカメラの前にこう近づいてみたりとかで木曽歌パートがほぼないんでそういう演出で何ていうかサービス精神出したんでしょう。で、まあ、歌,歌詞の世界を演じたりユニゾン以外のソロは特になかったんだけども木曽らしい,い,い なんつうの今のエレガントさっていうのは出てた感じでした、まあ、服装も良かったですねじゃあ続いて谷本亜美ちゃんこれともすれば MVP 候補だと思いますねもう歌パフューム形式っつうんですか違うか <laughs> うこういうのいらないねあのう歌ということじゃなくてダンスの方で自分の定位置というのを見せていき視覚的にはそっちの方が もう、ね、音というところの固定概念を外してしまえば視覚の方が有効っていう場合はありますからねそれを使ったんでしょうで最初から終始踊りストでまあ振り付けですね本人の曲の持っている振り付けでそしてユニゾーン以外は歌はとにかくほ,ほぼほぼ遠慮なさっておりましてで右,右耳にイヤホン片耳で、うん、モニター撮りながらやってたのかなって感じですね で服装落ち着いて,て大人っっぽか,った,、まあ、これ良かったで,す、ね、であと最後のこのバイバイみたいなことをやるときに緊張感が取れて、えー、とカメラこう止めるときのが割と雑っちゃ雑でそれがらしく言って良かったかなと思っております可愛かったです美しさもあるしそういう感じですねじゃあ続いて朝倉ききちゃん、ね、この右上になるんだけど今度左上かまあいいやどっちでも でキキちゃんは左右に Bluetooth のイヤホンを多分してますねでオリジナルワンフレーズは忠実に歌唱してまあ、表情が一貫して思い詰め気味なんか世界に入ってたんでしょういやそれで歌詞の世界を表現し白いブラウスを着ていてすごく目立つ場所にいたような気がしますまあ、そんな感じだねキキちゃんはもう何度も言うんだけど元気だとあ元気でよかったとっ思う見方になっちゃってます 岸本夢めの、えー、軽く民族衣装っぽい感じでやっぱり自分のポジションっていうのは分かってる出だしは仕込みはそうなんですよだけど本人はねこれ歌はエアドリなんですよで彼女は演技が良いのがあってずっとその歌詞の世界観でしょうねこのどんなものでもその中に入っていくその世界に入っていくっていうような準備から ががってたた気ししましたねで映像も最最初から最後ままででで自然に切れるまでですよねもう,もうタイマーで入ってタイマーで切れるような感じで「岸右門」だけを見てるとなんか一つの作品としてはクオリティすっごい高く見えますよ。で他のがダメっていうわけじゃなくてっぱ準備から最後までっていうところが世界観一貫していて堂々としてたという意味です。でそんな感じですね。 で続いて尾形沙でな,なんかふわふわこうしてる感じなんですけどそれがまありさ丸の今のなんか魅力というか癒しなのかなそう,いうそういう感じになりましたでまあ多分右耳だけのイヤホンでず,ずっと終始こういう感じなんでこれ俺ズームのやつってポジション自然なんすかねなんかうまいなっていつも思うんすよ。 これ俺だったらこう考えて配置した時にここに置きたいっていうリサマルがそこに置かれてる感じがあってなんか持ってるじゃあ続いて、えー、とマオピン今度はこの右上のとこねマオピンで部屋部屋だろうねあれねちょっとおしゃれな感じのディスプレイあってで歌はもうワンフレーズ自分の持ち歌のところ行きサビ前のユニゾンも自分で歌いまあ両耳に。 iPhone イヤホンだろうな、あの白いの。白いで服装はちょっとストライプがかった感じのカジュアルな雰囲気でもだら,しくだらしなくないみたいな感じでなんかマオピンの力抜けてる感じで普通に椿イズムが出せるっていうところは僕ここ最近のところ好きですねそう思いましたで両手振って最後にバイバイ的なとこも等身大で可愛かったです でそんん。な感じ。じゃゃ山岸理子ちゃん、ね、で落ち着いて常にカメラ目線なんですよ。でずっと目線外さなかったんだけど B メロで一回目を伏せるシーンがあってそこが印象的に感じましたね。これ狙ってるかどうか分かんないんだけどちゃんとそういう印象操作みたいなことはできたんだと思います。で歌は、まあ、サビのユニゾンのみで右,目右肩耳にイヤホンだったかな。うんうん、そんな雰囲気だったと思う。 多分じ <laughs> じゃあそんな感じで続いて小野瑞穂ちゃん椿メンバーこれ最後だねでな,なぜかこの子も鳴る前からこのリズムをあのピアノ入る前からリズムを取ってたんだけど、まあ、そこか可愛か,か,かったですねでそのままスタートして歌はオリジナルワンフレーズとサビのユニゾンまあ本人が歌ってるパートですよで服はエレガントで でサビのラストだけ谷本と同じ振りができてこれもだからサイドに振られてるからすごくねこれ誰かに聞いたんだけどズームって場所を決められないなんて言ってたんでなんかそんなことないような気がするんですよね自分で使ってみないと分かんないですね <laughs> そういうふうに思いましたでん終始いい笑顔でよかったこういう感じですで最後もうこのシリーズのなんキャッチャー的というかね えー、完全に女房役ですね小林ほのかでこのふわり恋時計過去にやってるのかなって調べたんだけどあなたと私のコンサート去年やられた時もやってないんですよねそれで今日初今日じゃないやこの回初プレイだとしたらもう全然もう今更ですけどお見事という感じですね。でまあピアノのシーンで僕ちょっとチェックしてたのは覚えているのが楽譜ほとんど見てないですね。 で見てたシーンは A メロで2回ちょっと目配せするようなところとサビ中とサビ終わりのところで数回確認してるんです。でこれは多分終わり方その確認なんだったような気がします、うん。もうこのシリーズはなくてはない MVP でしょうね。そういうふうに思いました。 でまあ、全体このピアノ伴奏バージョンアカペラバージョンと申し上げますかこの形のものということでお届けしたいんですけどで言わすととてファクトリーなんですよで。歌唱の部分で言うと正直全員で何かを作ったというより今の実力の中で聞こえるレベルというところ水準を超えられるもしくはその前後の人たちに歌を歌わせ仕込みというような形の方の参加というのを取った。 まあそういういい形だと思いますいやこれは椿の今の状況もちろん5周年というのもあったと思うんですけどそこでできることをやっていこうという前のめりな感じはもう僕は純粋にそういうのが好きなんであと歌でやってくれてるところが一番聞き応えがあるんでもう僕はもうこの感じはどんどんやってほしいですね。でとなるとアンジュルムモーニング娘。ねこの辺はどんな形で おそらくやっていただけるんでしょうから特にアンジュルムは注目かななんて思いましたほのぴーねどういう実力どういう,う力を発揮するのかっていうところなんだけど過去にこの「あなたと私」のコンサートでは美容以外だと「モーニング娘。の Be と」の「BeAlive」と「人生ブルース」それと「スマイレージ」の「寒いね」であと前回やった「ジュースジュース」の人それやってるんですよ。なので でもポップミュージック、彼女は、ポップミュージックそっちじゃないよ。あの、ポップスの音楽は、彼女ぐらいのスキルだと、初見でちょっと弾いてみても微調整できるんだろうね。まあ、改めて、小林穂いんの強えなっていうのを感じる、そんなシリーズでございました。ではまあ今日はこの辺にいたしましょう。引き続き、ハロプロの、ね、音楽にまつわるようなゴールデンウィークを過ごしたいので、国をチャンネル、チャンネル登録していただけたら幸いです。お付き合いください。じゃあね。